皆さんご紹介いただきました、創作流語界ブレスと、ムルティブシエイサーのチームになります。これからですね、25分間ぐらいですね、ちょっとここで沖縄の伝統ゲームエイサーをやらせてもらおうと思います。いいですか？ありがとうございます。でですね、今ちょっとあの雨が、あったので、ちょっと太鼓にシートをかぶさせてもらってるんですけど、僕たちは雨にも負けずに太鼓を、打ち鳴らしたいと思いますので、ぜひ皆さん太鼓の音と、僕たちあのエーサーでも創作エーサーとして、演舞しておりますので、表現とかいろいろ見て楽しんでいっていただけたらなと思うので、ね、ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。Yeah!
った。すごい。すごい。ね。はい、皆さんこんにちは。モリティブシと流語会ブレスと申します。どうぞよろしくお願いします。先ほどまでですね、ちょっと雨がポツポツ降ってきてちょっと心配しましたが、お客様も寒い中足を止めていただきありがとうございます。高崎エビスコアということで、やはりですね、の影響でだったりですね、イベントとかがやってる中でですね、こうやって皆様のお近くで演舞できることを感謝しております。どうもありがとうございます。ぜひですね、お近くに来ていただきまして、手拍子だったりですね、声はちょっと出せないと思いますので、拍手だったり、うちなんかで言うと沖縄ですと感謝していまして、手をこう振ったりもしますので、こういう形で応援していただけると本当に力になりますので、手拍子や拍手どうぞよろしくお願いします。先ほどですね、藤の獅子舞とかがいろいろ遊びに行ったので、ぜひですね、噛まれたりとか来ていただいて、まだ触れますので、ぜひ触ってみてくださいね。皆さん改めまして、はいさーい、方言こんにちはをハイサイって言います。ぜひよかったら皆さん行ってみてください。もう一度言います。僕はハイサイって言ったらハイサイで返してくれたら嬉しいです。いきます。ハイサイ、ハイサイ、ありがとうございます。雨がですね、なんとか降ってくれてます。希望の行いですかね。本当に、感謝しています。あともう少し僕らの演目あります。ぜひですね、最後まで楽しんでいただきたいっていうのもあるんですけど、最初にですね、MC の方に、伝えさせていただいたように、僕たち、この3人、今日3名で来てるんですけど、創作流語会ブレスの、結成公演5月に、二代家内島の誕生という形で、高崎市の芸術劇場、高崎芸術劇場ですね、のスタジオシアターにて、5月28日に、公演を行う開催が決定してます。なのでぜひですね、今日見てなんか面白いなとか思っていただいたら、どしどしインターネット、Facebook とか、Instagram とか、創作流語会ブレスとかブリティングシって調べると、出てきますので、ぜひ問い合わせしてみてください。で、エイサーのメンバーも随時募集してますので、今日見てやってみたいなって人がいたら、それも合わせて問い合わせください。僕たちはいつでもお待ちしています。ではですね、振る舞いにやっちゃいます。これから3曲、ぐらいですかね、連チャンでいきます。最後の方は盛り上がる曲になりますので、皆さん手拍子とか、して一緒に盛り上がってもらえたら嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。では次いきます。お願いします。
私たちはですね、何度も言ってる聞いたこともあったと思うんですけど、群馬県内を、拠点にして、この沖縄の伝統芸能、エイサーをですね、少しでも群馬県民の方に知ってもらえればなという気持ちから、活動しております。今日楽しんでもらえましたか？ありがとうございます。ちょこちょこ、この群馬県内で僕たちイベント出させていただいてますので、またですね、見かけた際には声をかけていただけたら嬉しいです。僕たちはそういうのに、すごい、テレアなんですけど、すごい嬉しいので、あ、見ましたよとか、なんかこう出会った時に、あ、またなんですねとか言ってもらうだけでも嬉しいので、ぜひ声をかけてください。群馬県内を少しでも僕らが盛り上げていければなと思いますので、よろしくお願いします。では、本日は、恵比寿コーチ呼んでいただきありがとうございました。これで餌の方終了とします。気をつけ、で、ありがとうございました。最後まで、ご覧いただきましてありがとうございます。
エンディングといたしまして、やっぱりあの皆さんに大人気のこの A サイズにみんな出ていただきましてですね、一曲だけ最後にね、皆様に恵比寿の、服が参りますようにお祈りしながら、踊らせていただきたい、僕を歌わせていただきたいというそんな時間でございます。ぜひお付き合いいただけましたら幸いでございます。僕ここでいいです。やだ恥ずかしいから。じゃあ始めましょうか。はい、はい、ではよろしくお願いします。Oh!
では、レありがとうございました。ありがとうございました。はい、あとは MC のミスターハーフにマイクを預けます。締めてください。皆さんいるところでバンドが先に引っ込んでる。はい、撤収、はい、そこが先でしょ。